小原市立東城小学校は、広島県小原市東城町川東にある公立、小学校。小原市東城町の中心地区に位置する小学校。児童数は263名。中国山地の山間部にある小学校としては中程度の規模を誇り、児童数は、小原市内の小学校で2番目に多い。1874年に、 正方寺に設立された精神者が起源であり、その後教育令により、公立学校か、1884年に、建町の麓に二校舎を建設し移転した。1887年に、東場人常小学校と改称、同時に、東場高等小学校を校内に設立。1898年に、東場人常高等小学校と改称。国民学校令による、 東上国民学校への解消を経て、1947年の学生改革により東上町立東上小学校となった。その後、東上町による学校再配置計画によって2003年に、神武小学校、宮原小学校を2004年に、釧路小学校、東小学校を統合。2005年に市町村合併により、 小原市立東上小学校に改称し、2010年には小原市による学校再配置計画により退職小学校を統合した。なお、二度の学校再配置計画により、当校に統合した三校は、廃校ではなく休校扱いになっている。学校用欄より、2013年8月4日閲覧。公式サイトより、2013年8月4日閲覧。 小原市公式サイト、小原市公立学校の通学区域に関する規則より、2013年8月4日閲覧、ありがとうございます。